どこか行くのか？皆さん、どうもどうも、よろしく頼ましてドラゴン TK です。では本日は、ライザーのアドリアスに終わりの錬金術、血の秘密の鍵をやっていきましょう。どうせよ、いきなり出てきて。お、ここにもあるやん、キャラクタークエスト。マジかよ。ノーマルクエストもあるやん。あれ嘘。嘘ではございません。っていう話よ。マジか。キャラクエあるやん。見ていこうか。ボス、どうしたの？やけに疲れてない？ああ、ライザか。何、外の店で食事しただけだ。港の近くのな。いいなあ。あの辺って村の中では割といいお店多いんでしょ？行ったことないけど。そのようだな。ま、おそらくうまかったはずだが。全く味を覚えてなくてもさっぱりわからねえ。そもそも食べたかどうかもよくわからん。どういう状況なのよそれ。もったいないな。初対面の見知らぬ女と同席してよくわからん話に口を合わせて食べる飯なんて楽しめるかよ。年取ったらそんなの全然気にならないし、バッチリ楽しめるけどな。ボスが何か。その能天気な性格が羨ましいぞ。お前はこれからもずっと変わらずにそうであってくれ。それは失礼じゃない。いや、ボスとライザーの駆け引きではなく、やりとりおもろいな。なんだかよくわかんないけど、ボスも大変なんだね。ね、じゃあ上の方の。どこに行くのさ。これも見に行くか。メインクエストだったか。お？ノーマルクエストもあるな。ないな。ここ誰？キャラクエ。キャラクエ行こう。キャラクエ出てきてびっくりしたって。また間違えて出てきて、もうクソ。そうだよね。なんでやろな。やばいな、無意識か。近くを押す癖がある、俺の中で。風剣灯はまだマシに見えるぜ。やばすぎるわ。下だね、確かに。行こう。やばいなぁ、四角往復してどうにかした方がいいわ。なぜ落ちてしまうのか。不思議だなぁ、ほんと。そういえば、坊主がモリッツさんに縁談を推し進められてるらしいんだよね。有力者の家に生まれると大変だよね。いいこともあるのかもしれないけどさ。そうなんだ。実は私にも似たような話が来たことあるの。え、嘘、クラウディアにも？嘘って。まあでもクラウディアならそういう話が来ても別におかしくないのか。それでどうしたの？断ったよ。あ、そうなんだ。でもなんで？ライザも知ってると思うけど、今は仕事がね。かなり忙しいし、でもやりがいもあるし、仕事の方が優先順位が高いから、まだそっち方面はいいかなって。なるほどね。それにしても、そんなに仕事熱心だったなんて、すごいね。私、ちょっと思うんだ。結婚しなければならないって嘘だって。一人で生きてる女性だって世の中にはいくらでもいるでしょ。そういう生き方も選択肢の一つとしてあるんじゃないかなって。
りクラウディアって大人だね。でも本当はね、まだライザとこうして一緒に冒険したかったからだよ。クラウディア。今だって仕事休んでこうしてこっちに来てるくらいだからね。空間島に来るとただいまって言いたくなっちゃうんだ。癒される。犬触って さらに癒される。よしよしよし。油きのみ、あたす。どこに行くのさ。で、何があんのかな。ノーマルクエストあるよね、一個ね。やるか。なんだ見る前に、すべて見る前に、ノーマルクエスト終わらせていって、おかないよね。空間島が天国に思えてくるんだ。あるな。んランバーじゃね。あ、ライザー。ランバーどうしたの。ミスター。モリツ包囲網。何がどうなってた。ちょっと分かってないよ。ちょっと分かってねえよ。やらかした。そうか。マジだ。お、どこ行くんだ。ちゃ。次なる冒険家じゃない。これメインじゃない。モリツ包囲網。ランバーからお見合いの相手に送るプレゼントを用意するように頼まれた。正直気が進まないけど、でも錬金術で私のことを耐えてくれるランバーは変わったんだな。品質80以上のグナデリング。ほぉ、どこに行こうかな。こんなものが突然現れたっていうのに、どうしてもっと大騒ぎにならないんだろう。グナデリング。あ、これね、あ、もうすぐ作れるやん。81だからね。おお、来た。おお、すごい。いいか、よし、行け。できた。よし。ね、報告しに行こう。どこに行くのさ。ここだね。なんだ。今回はやめておこう。R1 押したらあかんのに、さっき R1 を押してしまった。うん。一生押すまい、思ってたのにな。あ、もしかして R1 かなと思ったけど、さっき、オートで進めてやってたから、四角押さなあかんかっていうかな。やらかしたわ。お、もう贈り物を用意してくれたのか？おう。これで平気だと思うんだけど。173や、大丈夫。ありがとう、命の恩人だ。今日手伝ったけど、次から自分でやんなさいよ。分かってるって、俺ももう大人だしな。大人ね。これあれだ、今回助かったよ。巨大空間フルーツとコール戦。おぉ。お、どこ行くんだ？で？こっちには何かあんのかな？ちょっと見ていこう。あるやん！いや、2個もあるやん！マジかよ。見に行かねば。ならば見に行かねば。上向かって。斜め上行動が始まる。ってことはない。ってことはない。あれは、フェデリーカ？何してるんだろう。フェデリーカ、どうしたの？ああ、ライザさん、よかったです。ここがどこなのか、わからなくなってしまいまして。あ、なんて？その、道に迷ってしまったんです。それって、迷子ってこと？ええー、だって、フェデリカってここで生活してるわけでしょ？どうしてそんなことに？それは、地図をなくしたからです。地図？まさか、
サルドニカの地図ってこと？はい、私は昔からよく道に迷うんです。なので常に地図を持ち歩くようにしていたんですが、その地図をなくしたから場所が分からなくなったってことね。あ、私分かったかも。フェデリカ、ひょっとしてずっと地図ばかり見て歩いてなかった？は、はい。普段地図に頼ってて周りの景色とか何も見てないせいでますます方向音痴になっちゃったってことじゃない？そうかもしれません。そっか。私はこれを機に周りをもっと見て歩くようにするのをおすすめするかな。はい、そうします。地図さえあれば問題ないので、新しく地図を作るために周りを見て歩いてみます。そういうことを言いたかったわけじゃないんだけどな。フェデリーカってしっかりしてそうで意外と抜けてるところがある気がする。そこのギャップがまたいいんやろ、ライザよ。言ってる場合かい。どこに行くの？この下やから、ここだね。随分と近いが。こんな気すんねえ。どこ？あった！見えた！見えた！ここか。だから、あの街灯の見た目は突飛すぎると言ってるんだ。言ってるのか。重要なのは調和です。たとえ保守的な見た目であっても、調和が取れていなければ意味がありません。そういう意味では、どちらの案もそのまま一方的に受け入れるのは難しいように思います。わかった。もう一度考えてみようじゃないか。今のアルベルタさんたちだよね。はい、そうです。仕事の話をしていました。サルドニカに戻ってきたのならいる間だけでも少し相談に乗ってもらいたいと言われまして。それは私なら気がめいる話だな。サルドニカを旅立つ時に町のことに関しては両派が協力しようと動き始めましたが、現実問題としては、そうそうすぐに全てがうまく回り出すということもないようですね。まあ、それはね。フェデリーカの仕事って、具体的にどんなものがあるの？そうですね。両派閥の折衝は前提として、交渉たちから上がってくる意見、要望の対応。それから、町の運営に関わる予算や、交易、商業の管理、その他様々な意思決定などでしょうか。とは言ってもそこまで権力があるわけではなく、サインをしたり応印したりするだけですけども。そんなことをこの年からやってるなんて。クラウディアもそうだけど、みんなすごいな。終わったな。どこに行こうかな。じゃあとは、もうないよね。本当に？ってところやけど、あ、これは違う。これサイドクエストやね。サイドクエストはやらぬ。ないない。ここら辺にあるかどうか、ないかどうか。見てから、先に進める。ローマルクエスト、これ、ちょっとここ無理なんだよね、なぜかね。ロミーの、嗅覚。ランドマーク発見数コンプリート。ありがたいよね、ほんと。ないな。オッケー。ならば、あとは、
ノーマルクエスト、ここのノーマルクエストやった。ここにしよう。悪いが、またこ。すげえ田舎ばっか旅してたせいかな。空間島はまだマシに見えるぜ。いたいた。誰かな。来、勝利しょ？あ、オッケー。あ、ジョーちゃんか。なかなかいい感じだ。やっぱり新しい素材は新しい発想を呼び込んでくれるもんだな。そこでまた一つ相談があるんだが。お、何ですか？この近くに火山があると聞いた。火山といえばやっぱり鉱物だろ？なるほど。今度の標的は、その鉱石ですね。ああ、用意してもらえるか？それくらいならよ、お安いご用です。任してください。火山ベスペルク、イノベーションを求めてに。ねえ、どこに行くのさ？ここか。素材集めに。うん。来たが。石熱鋼10回採取する！なるほど。追いかけてみませんか？あ、うん、あ、追いかけんでいいんやけど。あ、発見！石熱鋼、あ、ちょっと待っても。ちょっと待って、赤プリ。どこまで追ってくんねんてね。期待してるぜ。こんにやろい。でしょ。風の力を最大限に。今なら攻撃が変わるかも。はい、始めるよ。クラディア、いい感じだ。大盤振る舞いよ。よし、ルフだ。見えた。行きます。ここに払う。よし、一匹やっつけた。ライザさん、お見事です。いいね。終わり。いいね。私たちの勝ちだね。問題邪魔すぎるほんま。と、水系熱子だからこいつや。チヤー。おお、これね。あ、ちゃうんかいこれは。とりあえず集めておくか。セキネスコ、結構あるね。いいね。え、調べる？ライザなら有効活用してくれるよね。ちょっと危なもん。よいしょ。何や、燃える砂か。なんだってこと。セキネス公よ。どこよ。ここら辺に使っても出てくるね。怖い怖い。無理か。悲しみ。とりゃうん。無理か。オッケー。じゃあ戻るかも。よし。ここでいいの？空間島に来ると、ただいまって言いたくなっちゃうんだ。こっちね。おう、素材集めてきてくれたのか？いっぱいあるからね。この辺りで これで大丈夫です。持ってきてくれたか。マユロ助かるよ、ジョーちゃん。いえいえ、これくらいな、なんてことないです。これでまた研究がはかどるぜ。それにしてもどうしました？いや、ここはいい村だなって思ってな。窓からゆっくりとした時間を過ごせるよ。それは何より、一層ここに移り住んじゃったらどうです？
それはさすがに、いや、悪くないかもな。空剣鉱の宝を入手した。何宝って。何宝って。なってますけどね。また討伐か。手伝ってやろうぜ。用意できそうか。クロースの納品、あ、いいやん。うん。これで平気だと。ありがとう。よーし、ナイス。1000コールもらった。どんな素材も無駄にならないからね。じゃあ、見ていくか。ここね。どう？フェデリーカ、こんなところで何してるの？ライザさん、あ、いえ、特に何ということは、ただ、考え事は。考え事って、サルドニかな？そちらは、二人がうまくやってくれているようです。考えていたのは、ライザさんや、あの島のこと。フェデリーカ、ちょっと付き合ってくれるかな？はい、どちらへ？ちゃんと私たちのことを説明できる場所。きっと驚くよ。私たちもそうだったんだから。って感じで、私たちは故郷を救ったわけ。今また証拠りもなく危なくなってんだけどね。何を言っていいのかわかりません。錬金術にクリント王国、異界、いろいろありすぎて。説明が乱暴だったかな。脅かすつもりはないんだ。ただ、話じゃわからなかったと思うけど。怖いだけじゃない。ワクワクする冒険でもあったんだ。それで今、新しい冒険に、新しい仲間も飛び込んできた。私は、フェデリーカのことをそう思ってる。それだけ言いたくてさ。ライザさん。あの宮殿に入ることができたのも、新しい仲間のおかげ。まあ、結果はあんなだったけど。ありがとうございます、ライザさん。私も仲間として、できることでお手伝いさせてください。そしていつか、ライザさんの言われるワクワクする冒険を一緒に感じたい。きっとすぐそうなるよ。改めてよろしくね、フェデリーカ。はい、こちらこそ、ライザさん。あの人は？お、フェデリーカコンプリート。ライザの家に帰る。どこに行こうかな？帰るのか。そっか。なら帰るか。ここでいいの？一通りみんなが。すげえ田舎ばっか旅してたせいかな。空剣島はまだマシに見えるぜ。よし、帰ってきましたっと。空剣フルーツの畑を増やしてるんだ。バッサムギだって他に売れるほど美味しいのに。島の外に高値で売れるからね。うちはそれほど変わらないけど、思い切って畑ごと買えた家もあるよ。昔は空剣フルーツなんて道端に生やしておけって扱いだったのに、変われば変わるものだよ。知ってる眺めが変わるってなんだか寂しいね。これから先もっと変わっていっちゃうのかな。これから先といえば、ん？お前はどうするんだい？どうするって、どうもこうも錬金術師として頑張るつもりだけど。そういうことじゃなくて、ライザの言うそれは生き方の話だね。ん？どういうこと？はい。
クラウディアだ。はい、ただいま。夜分にお邪魔してすみません。いいえ、いつもライザがお世話になって。もうそういうのはいいから。それでクラウディア、何か用事？用事というよりお知らせかな。着いたよ、船が。それじゃあ。うん、一晩休息して出航は明日の朝。もうみんなにも伝えてきたよ。そっか、それじゃあ空間島で過ごすのも。今夜の食事はライザを送り出す会に変更だね。バレンツのお嬢さんもご一緒にどうです？あまり大したものはご用意できませんが。いいえ、すごく嬉しいです。この子の旅先の話を聞かせてもらえませんか？いろいろと心配で。私ちゃんとやってるよね、クラディア。うん、ライザは旅先だと。何？そこの会話も聞いてみたい。聞いてみたい欲望が。ああ、朝なってもだ。アフターライフ的な感じで、そろそろ港に船が着いてるはず。よし、出発しよう。ないかな、そういうの。アフターライフ的な感じでさ。いや、聞いてみたい。すげえ聞いてみたい欲望が。